サンデー新聞梶原です。お願いします。先日の総務常任委員会で知事が退席されようとしたときに傍聴席にいた公明党の議員が、知事に、いや知事親父ってたというか、なんか絡んでましたけれども、お前座れって言われたんでね。で知事が誰がお前って怒ってましたけれども、そうそう、あれは議員が酒を飲んでたという話もありますけれども、知事にもその話は上がってますでしょうか。まあそういう疑いがあるというのは聞きましたけど、ただまあ証拠がないんでね。ただそのまま議長のところに、ちょっと一緒に来てくれという議会のそういう他のメンバーからの申し出を断ってそのまま帰宅されたとは聞いてました。飲んでないんなら堂々と行けばよかったんじゃないかなと思うんですけどね。でも証拠がないんで、そのことについて飲んでるという、飲んでたでしょうと僕は言えませんね。ただおかしいのは、議員傍聴席はあそこではありません。座る場所は議員傍聴席は議長の要は議長から見て左手側、僕の左、正面ということになるんですけどね。だから一般傍聴席からね、やじるんでね、お宅はどなたさんですかということを言うわけですね。もう議員傍聴席に座って堂々と話を聞いとけばよかったらね、違うとこ座ってましたね。維新の議員を含む複数の議員が、お酒臭かったというふうに話してありますけれども、もし彼らがお酒を飲んでたとしたらならば、そうやってあそこの場にいてね、その委員会に、知事をやじるというか、委員会に対して文句つけるというような言動についてはどう思いますか。これはもう飲んでたらその時点でもう失格でしょ、だってルール違反ですから。議会の委員会というのはもう何ですかね、彼らがよく言うね、議会を軽視してるどうのこうのという、それほどやっぱりこう、重要な重い会議なんでしょう、それをずっと言ってる公明党ね、の人が、酒飲んで、そこで、外野から野獣、これこそまさにその会議自体を冒涜しているということになりますからね、もし飲んでてそういうことであればね、もう失格だなと思いますけどね。大体僕はあの時は、委員長に、要は議会の中の議論で、要はその法廷局のメンバーがの構成について、どういうメンバーになっているのか決まった決まってないで揉めるんで、もうあの時間ですよ、じゃあ理事者側は委員長に退席させてくださいね。僕だけじゃないですよ、理事者全員、職員ね、もう長い時間やってるんです。で委員長から了解をもらったん で出ようとした、出ようとした時にお前座っとけと、どういう意味やと、大概頭に言いましたけどね。ただ僕はそこでもっと言いたかったけども、もうあなたは誰ですかとしか言ってないんでね、ほんまに、カメラもみんなの前でね、あんまりそこまで言えませんからね、でもお前座っとけとあの人に言われる覚え全くありません。